吉田直樹様、お世話になっております。新型コロナウイルス感染症の外来を担当している医師です。数年前にファイナルファンタジー14を始めて、新型コロナウイルス流行前までは時々ログインして仲間たちと遊んでいました。流行に伴いリモートワークを導入していただいているとのご報告を拝見いたしました。ご協力を誠にありがとうございます。ニュースでは医療崩壊が切迫しているなどと言われておりますが、すでに多数の新型コロナウイルス感染症の患者さんが入院先がなく、待機されておられると、医療崩壊は目に見えぬところで始まっています。毎日自宅と職場の往復だけで、帰宅するとすぐに寝てしまいます。支えになるのはファイナルファンタジー14で出会った仲間から送られてくる仕事頑張って応援しているというメッセージです。彼らは感染の恐怖を抱えながらも、ファイナルファンタジー14やそこからつながった SNS での関係で慰め合い、冗談を言い合いながら自宅での生活に耐えています。私たち医療従事者は患者さんの健康を守ることが使命ですが、オンラインで人と人とのつながりを濃厚に保てるファイナルファンタジー14は、この局面では精神の健康を守る効果を十分に発揮されておられると感じます。いつも私たちの心の健康をありがとうございます。私自身もファイナルファンタジー14に支えられて日々を過ごしています。この局面を無事に生き延びられるのかと思うこともあります。そこを突き始める、防護具を見てもうダメかもしれないと思うこともあります。常に不安はありますが、吉田さんからの現状のご報告を拝見し、ファイナルファンタジー14運営チームの皆さんがプレイヤーの笑顔のために、維持してくださっているエオルゼアにまた帰りたいと強く思いました。もう少し頑張らないとダメですね。心強いメッセージとご報告を誠にありがとうございましたと。むしろ僕らがですね、本当に世界中でこうコロナと戦っているこう医療従事者の皆さんに、お礼を申し上げたいです。まあ僕らはね、ファイナルファンタジー14を世界をねちゃんと維持して、書いてくださったようにね、心の健康をね維持するための努力をしますので、ぜひ皆さんは14の中ではね笑って楽しくね仲間と思い切って遊んでもらえればと思ってますので、引き続きよろしくお願いします。このお手紙数日前にもらってですね、まあ今スクエアニックスが 全面在宅勤務に移行しているので、なかなかちょっと開発チームにも伝えられてはいなかったので、うん、まあきっと放送みんな見てるとは思うので、だし、まあ、正直本当にちょっと涙が出るぐらいありがたいお手紙だったので、本当に我々皆さんに感謝してます。できる限り我々は我々の戦いを続けようと思いますので、ぜひお体に気をつけて、みんなの健康のためによろしくお願いします。